劉表殿からは相談があるので慶州に来てほしいと使いが来たのだが、高祖が呉に打たれたので仇討ちの策を図りたいのでしょう。私もお供いたします。機会を見て策を施しましょう。劉表殿に会ったらどう受け答えすればいいだろう。まず上陽の件でお詫びを述べてください。もし後の征伐を頼まれても絶対にお引き受けになってはなりません。深夜に帰って評判を整えたいと答えてください。劉備殿が難に遭われたことは承知しておる。あの時西坊の首をはねてお詫びしようとしたが、家来どもがいさめるのでひとまず許しておいた。どうか悪く思わんでくれ。いえ、あれは西将軍のせいではありません。おそらく手下の誰かの仕業でしょう。時に効果を失って高祖が討たれた。そこで仇討ちの策を練りたいと招いたのだが、高祖殿は粗暴で人をうまく使えない方でしたから、自ら災いを招いたのでしょう。今南に兵を出して、その隙に北から曹操に攻め込まれたらどうします。わしも年の上病がちで政務もままならぬ。劉備殿、どうか助けてくれ。わしなき後はこの慶州の主となってくれまいか。何をおっしゃいます。私のようなふつつか者にそんな大任は担えません。ゆっくり手立てを考えたいので、ひとまず失礼いたします。劉表殿から慶州を譲ると言われたのに、なぜお引き受けにならなかったのです。劉表殿には実によく面倒を見てもらった。恩人が危ういのにつけ込んで領地を奪うことなどできぬ。やれやれ、我が君は本当に情け深くていらっしゃる。継母は私を跡継ぎと認めてくれず、いつ殺されるかもしれません。どうか哀れとおぼし召し、お助けください。しかしそれは劉貴殿のお家の事情、私に申されてもどうにも。おじ上、何とぞお助けくださいませ。では明日孔明を東霊に伺わせましょう。きっと妙計を授けてくれるでしょう。かたじけのうございます。私は警護から目の敵にされております。先生、救いの策を授けてください。客人の立場で他家のお家事情に口を挟むわけにはいきませんよ。もし外に漏れ聞こえでもしたら大事ですよ。せっかくお越しいただいて、むざむざお返しするわけにはまいりません。警護は私を跡継ぎにしたくないのです。先生、何とぞご助言を。私の申すべき筋合いのことではありませんね。警護は私を亡き者にしようと企んでいるのです。先生はお見捨てになるのですか。では一計があります。どうか教えてくださいませ。若君は春秋時代の新政と長寿の故事はご存知ですか。国にとどまった兄君の新政は殺され、外に逃げた弟君の長寿は助かったのです。高祖が討ち死にし、今高家には守る人がおりません。若君は父君に乞うて高家の守備に行かれるべきです。さすれば難を逃れられましょう。ありがたいご助言、心より感謝いたします。劉貴が高家の守りにやってくれと申し出てきたのだが、どうしたものか。高家は重要な土地ですから、近親である若君を守りに置かれるのは何よりでしょう。王難をお二人で守られるのであれば、西北の守りはこの劉備が当たります。聞けば近頃曹操は行に玄武地というものを作って水軍の調練をしているそうだ。南西の野心があるのだろう。心して防衛せねばならん。存じております、ご心配なく。ではこれにて深夜に帰ります。孔明殿は最近嫁探しをしているそうだな。
私も各地を巡り歩いたが、才華にあふれた娘を知っているよ。会いに行ってみたらどうかな。どういう方です？慶州は弁陽の名士、高将軍の娘で高月英というのだが。ああ、その娘の噂なら聞いております。色黒で黄みがかった髪のしこめだとか。容易将軍が推薦されるとは。またどうした？世間の人の言うことなんか当てにならないさ。自分の目で確かめてみるといい。賢く美しくからくりを操って出鼻をくじきます。世間の人はこぞって高将軍の娘は醜いなどと言っておりますが、それは根も葉もない噂だと今分かりました。あなたは聡明で美しく抜群の才華をお持ちですね。学問だけでなく武芸の腕も立つ。きっと宝玉の価値がわからない人がいい加減なことを言っているのですね。褒めてくださるの？嬉しいです。この右遷を差し上げます。大事にしてくださいね。ほう、白右遷ですね。これをなぜ私に？諸葛先生が父と天下の大事を語り合われた折、ご自身の胸の内にある体型を話すときは意気健康、気色満面でいらっしゃいましたが、お話が曹操や孫権のことに及ぶと眉根を寄せて憂いをあらわにしておられました。それで扇子でお顔を隠せるようにと思ったのです。なるほど、わかりました。大丈夫たるものいかなる時も感情的になってはならない。そんなところを人に見られては大事はなせないということですね。これからは肌に離さず持つことにしましょう。高月英はお気に召したかな？気に入るどころではありませんよ。聡明で美しく抜群の才華を持った方、まさに慶州の玉ですね。それはよかった。嬉しくてたまらないようだが、少し落ち着いてくれ。ええ、落ち着いていますとも。すぐに縁談を進めます。